いやー、ほんと、綺麗ですねー。皆さん、こんにちは。私は今、呉の愛ヶ峰っていうところに来てます。見てください、この絶景を。わー、わー、すごくないですか？なんといってもこの灰ヶ峰は私の思い出の山なんです。高校時代、毎年春になると灰ヶ峰遠足と言われる、すっごいハードな遠足があって、毎年登っていました。本当に本当に大変です。しかもすごい変な色のジャージを着て登らないといけなかったんです。あー、でも懐かしい。そしてこの場所は孤狼の血っていうヤクザの映画があるんですけど、まさにこの場所から撮影されたものだと思われます。この灰ヶ峰には戦時中は砲台があったそうです。ちなみに呉っていうのは間違いです。呉市民は呉と言います。なんかくれ、なんかちょうだいっていう意味じゃないです。おっと、おお、標高が737メートル。これはくれの郵便番号の最初の3桁なんです。なんたる偶然、びっくり。